演習をやりましょう。以上、大きさが15度の角作図しなさい。ですね。まあ、大きさが60度の角これ、正三角形を作図することができればああ、一つの角が60度です。60度の二等分線、して,してやると、15度ですね。え、え、失礼しました。30度ですね。そのお30度の二等分線で、15度が作図できるということです。え次に、 え長さ1の線分に対して1プラスルート2のまたその平方根を作図しなさいということですが、ルート2を作図し、1を足して、そのまた平方根を取るということですから、これは当然作図できるわけですね。与えられた円に内接する正八角形を作図する。まあ、正八角形を作図するためには、まず正四角形、つまり正方形作図するといいですね。正方形を作図しておいて、その中心角をさらに二等分するというふうに発想すればいいと思います。 意外に難しいのは、あ次の問題。与えられた円に対して、その円外の点 P。で円と点 P が与えられているわけです。で、P を通って円 O に接する2本の接線を作図しなさいっていう問題ですね。で、これは、ちょっと考えないとなかなかできない。えー まあ、いわゆる、その、定規を使って、円に対して、スルスルスルって、こう、定規を当ててて、いい塩梅っていう風に書けば、大体の、その、接線らしきものは書くことができるんですが、数学的な作図になってないわけですね。でも、接点がどこにあるかがわからないと、接線が引けないわけですから、ちょっと難しいわけですけれども、円、えー、O に対して、P から引いた接線の接点を、例えば、T っていう風に名前付けたとしましょう。で、 おうとその接点 t を結ぶ円の半径と接線、えー、pt これが垂直になるという幾何学的な性質を使うとそこの作図ができるわけです。で、言い換えれば、円周上の点で、えー、角 o-t-p ですか。つまり p と o を両端として、えー、角 p t, o っていうのを作ったんですけど、それが直角になるような、そういう点 t を円周上に取ればいいということです。そのためにはどうしたらいいかというと、えー、o と p, 円の中心はまだ o って言っちゃってるわけですが、あその円の中心と p を結ぶ線分のおを直径とするような円を書いてある。その線分の垂直二等分線。 え、を書いて、その中心を取って。で、その点を取って、え、点、え、P を通るような円を書くっていうことですね。まあ、OP を直径とする円を書いてやる。で、そうして、え、元々の円をとの交点っていうのを考えてやればよいっていうことです。ちょっとこれ難しい問題ですね。えー、その次に5番。これはさらに難しいかもしれません。与えられた長方形に対し、それと面積の等しい正方形を作図するという問題ですね。 た、長方形が与えられているわけですから、長方形の、まあ、隣り合う2辺の長さ、わかるわけですね。その、隣り合う2辺の長さ、まあ、small a, small b としてやると、求めるべきは、ル、えート ab という長さであると。ルート ab というのが、a、a×b の平方根という長さが作図できれば、それが求める正方形の一辺だということです。でルート ab を作図するのには、まあ、いろんな方法がありますね。一つは、 長さ A、長さ B の線分、えー、それをつないで、長さ A たす B の線分を作りまして、それを直径とする円を書いてやる、えー。そういう方法ですね。前に平方根の作図でやったあ発想を応用します。その他に、長さ1の線分が与えられてますから、長さ1の線分と長さ A、B の線分与えられると、a ける b っていう線分、さ作図することにできます。 で、その a×b っていう長さの線分を作図しておいて、ルート ab の長さを作図する。そういう点もあるでしょう。